はい、カメラマンの石山です。えー、今日は8月の13日、えー、になりますけども、お盆中ですね、えー。今日はですね、今まだね、北九州市の実家の方にいまして、えー、まあ、用事がもう終わったので、そろそろ帰ろうかなという感じになってますけども、えー、で今日はですね、朝夜明け前シリーズの写真をちょっと撮りに行ってきました。今年の秋口に、えー、風景写真展こう 今年は9人店になりますね、えー。予定していた方が、ね、ちょっと減ったということで、えーまあ、去年お休みしてましたけども、えー、今年はですねちょっと復帰をしまして、えー、で9人展というふうになりました毎年同じアジ、えー、ギャラリーさん神田ですけどもねそちらの方で、えー、開催されますまた詳しいのはねあの追ってご連絡したいと思いますでその 風景写真展開で,ですね私がまあ何回か撮影参加させていただいてる写真はですねいつも夜明け前の濃紺の、ね、ブルーの中にこう、まあ、ちょっと象徴的なものがあるというねそういう写真をずっと撮ってきていてどちらかというとこう、えー、あまり何も写っていないっていう、ねえー、ところで絵を作ってきてましたけども、まあ、今年もですねそれをやっていまして。 でまあ、何点かもう候補はあるんですけどもねえせっかく地元に戻ってきててえ地元の写真もですね一、まあ、回展示してみたいなというのがあってでそれを、えー、今日は朝夜明け前に撮りに行ってきましたでカメラはですね EOS の R5 とレンズが RF の 1435mmF4 のレンズそれから、えー RF の 24-105mm の L レンズですね。そして、カニフィルターさんのね、こちらのセットになりますけども、この中にですね、ハーフ ND フィルターというね、えー、ものがありまして、こういう、こういうやつですね。こっち側がね、 濃い方方を空の方にして、こちらを海とかの方にして、えー、調整して、まあ、水平線地平線のところでこう,うまく、ね、あの調整しながら、えー、使うんですけどもこれをですね、えー、使ってでこれがレンズ前につけるホルダーになりますけどもねここにこう差し込んで使うみたいなねフィルターですけども、えー、技術的な部分でいうとというか、まあ、あのちょっとした、うん、テクニックでいうとそういう。 えー、ところを使っていますけどもあとはもう三脚につけて、えー、長時間ロコって長時間といってもね数秒ですね2分の1秒から2秒3秒ぐらいまでの。 間間の時間で撮ってましたで絞りも8とか11ぐらいまではね絞ってましたけどもでフォーカスもですね夜明け前はやっぱりなかなかピンとこないので、えー、マニュアルフォーカスにして手ぶれ補正も全部切ってでマニュアルでフォーカスを拡大しながらファインダーの中で拡大しながらね、えー、微調整しながら撮るっていうねスタイルになりますけどもまあそういう撮り方をしました。 えー、昨日ねロケハンして大体の目安をつけていてで、まあ、実際に太陽どの辺から上がってくるかねわからないんで、まあ、それを計算しながらというか想像しながら、まあ、あの辺りから上がってくるからこの角度 D だろうみたいなねところで撮るんですけどもとりあえずうまくいったかなっていう感じです。ただちょっとね思ってたよりは雲が大きいのが、ね、あって、まあ、それがアクセントになってるといえばなってるんだけども。 うんまあ、もう少しちょっと違う雲だったらいいなっていうのがねあるのでもうワンチャンスだけ明日あるので、えー、それを撮って帰ろうという感じにね今なってますけどもこのあとですね、まあ、写真見ていただければと思いますけども、えー、場所はですね北九州市の戸畑区と若松区というね北九州との道海湾というのがありまして、まあ、湾になってるところがありまして。 文字区っというのがねあるんですけどもそれが下関とちょうどこう向かい合わせのね、えー、関門海峡のところなんですけど、ね、それが文字があってで小倉っていうのが北と南があってで戸畑というのがあります。で八幡が西東っていうのがあって若松っていう7区でね北九州市っていうのができてるんですけどもその戸畑区と若松区の同、えー、海湾の、ね、一番こう狭い辺りなんですけどもねそこを。 橋で昔繋いだということで、まあ、利便性が、ね、あるということで,、えー、でその橋の下はですね都線が渡し船ですね、えー、人と自転車が乗れる渡し船なんですけどもね、えー、ポンポン船って昔は言ってましたけども確かねポンポン船って言ってたかなでその、まあ、ちゃんとしたね大きな船なんですけど大きいって言ってもそんな大きくないかな。あの 矢切の私とかね、そういうレベルのではなくてちゃんとエンジンがついてて、えー、何十人か乗れるっていうね船なんですけどもまあそういうそれがねこう往来しながらみんなこう通勤通学をしてるっていうね感じの場所なんですけどもね岡松区側から、えー、写真を撮りました。港のね感じもすごく良くてで 海上保安庁の、ね、船がいつも泊まっていたりとかねするような場所なんですけどもねえ、まあ、そういう場所で赤いはん橋がねこう象徴的な北九州の風景だなというところでねそれを入れて、えーまあ、撮ってみようということでね、えー、今日は撮ってみました。ということでねこの後の写真をねちょっと見ていただければなと思いますけども、えー、特に技術的なことは本当にね何もしてなくて。えー このカニフィルターさんの、ね、フィルターでハーフ ND フィルターって言いますけどもこれを使ってちょっと空を飛ばないようにしてで海の感じをちゃんと残していくって、えー、何も使わずにねやろうとすると空に露出を合わせるとどうしても海が沈み込んでしまうんでねこの辺はあの使い方によっては非常に便利なフィルターだなというのがねありますちょっとね金額的には張りますけどもでもとても いいアイテムの一つなんね、風景写真なんか撮る方にはとてもいいんじゃないのかなと思いますけどもねいろいろなメーカーから出てますけども、えー、私は、ね、カニフィルターさんの商品好きなのでカニフィルターさんを使わせていただいてるという感じです。うん、ということで写真を見ていただければと思います。ありがとうございました。